Kenapa kita nggak berpetualang jalan-jalan guys ya, kita langsung bertarung aja tuh. その後はどうだ。あなたが連れてきたイタチを含め加入した者たちは人中力に関する情報収集と資金稼ぎをさせてるわ。それでいい。で、あんたの方は次のメンバーに目星がついたか。ああ、追加の一人は霧隠れの忍び星垣貴様だ。貴様、あの霧隠れの怪人か。奴には俺の方からコンタクトを取る。そういえば、こちらでも気になる情報が入っているのだけど。なんだ。三人の一人オロチマルが暁に探りを入れているらしい。どうする、潰す。オロチマルの行動ルートも手に入れてるけど。その情報源は確かサソリの部下だとか。ペイン、この件はお前とサソリで当たれ。接触後の対応は任せる。分かった。俺の知るオロチマルは癖の強い性格だ。そう簡単に奴の情報は流れないはず。おそらく狙いがあるな。まずは挨拶した方がいいのかしら。挨拶は不要だ。お前のことはいろいろと調べさせてもらっている。あら、そうなの。お前が暁を探ろうと動いていることも知っている。なるほど、だから私を消しに来たと。でもね、私もあなたのことをよく知っているわよ。赤砂のサソリ、今はそのいびつな傀儡に隠れているけど、あなたの本当の武器は三代目風影のはず。ほう、よく調べたな。風影のことはバラしてなかったんだがな。興味あることはとことん調べる性分なのよ私は。そう、ここまでは兜がもたらした情報として知っているけれど、まさかあの目が暁にあるとは知らなかった。イタチのシャリンガンだけでなくリンネガンまで。今私が興味あるのは暁、もっともっと調べたい。お前が何に興味を持とうが別にどうでもいい。どの道お前はここで消える運命だしな。それはどうかしら。逆に私があなたを捕らえ暁の情報を吸い出すことも考えられる。上等じゃねえか。俺がやる。手を出すんじゃねえぞ。いいだろう。Oke, okay, kita bertempur lagi ya, cuy. Ini kita pakai original kah? Ureshi wa ne. Sono sugata de tatakatte kureru no. Kiruko demo bezu ni yokatta na. Omae ni wa kanzen na haiboku wo oshiete yarou to omotte na. Kanzen na haiboku. Hatashite sore wa.どんな味かしら。すぐにわかる。じっくり味わい。Oke, guys. Semoga enggak terlalu sulit ya, guys ya. Kita. Sentou kaishi. Let's go. Sono sadetsu kara wa nige rarere. Sandai ni kaze kage no jutsu. Ichido ajimatte mitakatta. Lumamam.いちいち気持ち悪いやつだ。サブガーイ。こういう人間か。同じようなものですよ。毒物のあなたと、カズコ、つ
Alah. Ah, lo kan mamam tuh.完璧な人貫通を作った。カブルルカブルルカブルル。素晴らしい。やはり。完。ちょっと。あ、まあ、よりワンランク上の強さね。強さがまだまだ甘いわよ。完璧。完璧。あ、とびだからまず。そこに暴れ。これが敗北の味だ。ありがたく味わいやがれ、蛇野郎。勝負あり。こんなもんか。もっと楽しませてくれると思ったんだがな。Skip lagi. Bonus red coin mana apa sih? Oh, ini ketangannya tuh. Ini selesai. Apa ini? Mana cara makanya? Iya kayaknya kita bertarung terus di sini. Shugeki da. Yo e. Iya, pura-pura nih kayaknya harus kemarin. Iya. まだ終わってない。うわ。いただくわ、リンデガン。なあ、神羅転生。あ、気持ちいい。オロチマル、遊びはもういいだろう。そろそろ本題に移ったらどうだ。そうね、あわよくばとは思ったけど、そう上手にはいかないわね。ではここからが本題。どう、私を暁に入れてみない。こいつ、さっきも言った通り、今の私は暁に興味がある。なら組織に入ってしまうのが一番早い。戦力としては問題ないって分かったでしょう。俺に負けた奴が何を言っている。私が本気で戦ってないこと、実はあなたも感づいていたでしょう。チッ、損はさせないわ。私は必ず役に立ってみせる。必ずね。おい、まさか入れるつもりじゃないだろうな。こいつは暁の情報を盗みたいだけだぞ。そんなことしないわ。私は純粋に興味があるだけ。いいだろう。お前を暁に迎え入れよう。いいのか。こういう輩は野放しにするより近くに置いておく方が都合がいい。それに奴も分かっているはずだ。俺がいる以上好き勝手はできない。へえ、分かってるわ。どうやら下手な真似はできないよね、当分の間は。ならいい。戻るぞ。彼の顔、どこかで見覚えがあると思っていたけど。運命とは面白い。そう思うでしょう、ジライア。
で、メンバー入りしたオロチマルはどんな様子だ？特に問題はない。おとなしいものだ。さすがのオロチマルもペインに見張られては目立った行動に出られないか。ところでマダラ、先日あなたが連れてきた星垣キサメはイタチと組ませたけど。ああ、それでいい。これから他の奴らも正規のコンビを組ませていく。そのためにも新しいメンバーを呼び込む。次は誰？岩隠れの抜け人、デイダラだ。奴を加入させサソリとコンビを組ませる。ゼツ、サソリとイタチ、そしてキサメにデイダラの元へ向かうように伝えろ。了解。